こんにちは、ドクターネックスです。さあ、イベントクエスト行ってみましょう。バーンザウィッチ・ザ・ビギニング1話。ロンドンの姫にとっておとぎ話の世界であるリバースロンドン、それは確かに存在していた。魔女やドラゴンが繰り出す物語が今幕を開ける。これはチャンスよ。踏み切りの方ですね。勝てませんね。共産の時さ、一瞬ユミちゃんもいるんだね。ダッサってここか、セリフ。報酬受け取ろう。お寿司ちゃん、あ、同行できない。 まだ同行できない。即同行させたらと思ったらまだできない。電話ボックスから消えたノエル。彼女がたどり着いた席はリバースロンドンだった。ドラゴン、架空の生物だから実際は架空でもなければ生物でもない。遥か昔からロンドンにおける全死因の実に 72% にドラゴンと呼ばれる異形の存在が関わっている。ロンドンの紋章に大きくドラゴンが描かれているのはそのためだ。荒ぶるドラゴンは人を害す。それを防ぐためにはドラゴンの管理が必要だが、フロントロンドンの住人はドラゴンの姿を見ることができない。それができるのはリバースロンドン、ロンドンの裏側に広がるこの街の住人だけだ。したがって必然的にドラゴンの保護と管理はその町の住人の仕事となった。リバースロンドン自然ドラゴン保護管理機関ウィングバインド本部ビル。
遅い。でさ、急にね、そのただバリアかと思ってんだけど、すげえヒットするんだよね。ドラゴンとは表ロンドンの住人が制御できない異形の総称であり、その形態や性質は多岐にわたる。そしてそのほぼ全ての種が資源としてリバースロンドンの住人の生活を支えている。繊維、鉱物、燃料、薬品、発電、牧畜され食肉となる島である。これは原作の方に29ページありました。よ。3話。突然のノイルの消失に混乱したバルコ、幼馴染であるセルビーを呼び出し、ノイルへの思いを吐露する。よく見えねえんだけど、強二の先にもダメージ。4話。シャンパン用のブドウ収穫に奮闘するノエルとニー、そんな2人のことに着信が入る。ドラゴン管理における唯一の、そして絶対のルールがある。
一般市民は決してドラゴンに接触してはならない。ドラゴンの直接接触は試験をパスし、ウィングバインドに所属したウィッチ、ウィザードと呼ばれる有資格者のみに許可される。このルールはドラゴンと市民の双方を守るために守られたもので定められたものであり、違反者は禁錮100年もしくは気がいい。当たり前がこの生徒ね。ドラゴンは人間に接触すると徐々にその人間の持つ負の感情を吸収し人に害なす。ダークドラゴンとなる。ダークドラゴンは知能が高く、その多くはジンゴを操る。サウスブラックストーン、サウスブラックストーンにドラゴン出現の報を受けたノエルとニーニーはノエルの直接コインを使用しサウスブラックストーンへと向かう。
お仕事終了。6話、ノエルの下着を連呼するダークドラゴン。対処に急ぐも、もう一体のドラゴン反応が。バルゴの幼馴染セルビーもドラゴンとなっていた。これはチャンスよ。勝てませんよ。スリーパス。強に強さの性能がパネーな。バーベルスケール。勝てませんよ。強一が発生するまで移動できない。真横には判定はなし。あなたの力。報酬をお願いします。7、セルビーの先手によって重傷を負うニニ。動かないバルゴに対して逃げろと促すが、彼は動こうとしなかった。これはチャンスよ。勝てませんよ。勝てませんよ。リリース。強二の出の速さと広さがパない。バーベルスケール。勝てませんよ。あなたの。報酬をお願いします。8話ストーリーの
ソウルソサイティウエストブランチ。ここまでで、おつしちゃんの強化のやつが溜まってるのか。まだ足りないのか。お、これはどこで手に入れるんだ。あ、次だ。それじゃあエクストラまで全部クリアしないともらえない感じか。これはチャンスよ。多分ね、こうクリアする&速度を考えると、遅い方でやった方が早いんじゃないかと。強化本ができたん、ゲットできたんで、下の強化おすしちゃん。よーし、かわいいよの範囲広いな。勝てませんね。強化してないのでこの強さだね。勝てません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 ね。
ませんよ。やっせ。邪魔だ。あなたの。報酬お願いします。全部やったらおっしゃんが強化できるのか、それとももうちょいかかるのか。あ、これこれこれ、今強酸がうまいとか、強2がうまいことを。ミニーちゃんの欠点は強2ぐらいだね。やっぱそうだね。エクストラ2まで全部クリアするとちょうどお寿司ちゃんの強化コンが全部もらえるっていう。これはチャンスよ。勝てませんよ。リリースバトルテイル。ブーちゃん強いよ。勝てませんよ。勝てませんよ。かなり後ろまで今反対。勝てませんよ。あなたの。リリース。必殺の範囲も申し分ないですね。特急。あなたの。報酬お願いします。さあこれで今後、ああでもまだもらえるのか。全部いけるかと思ったけども、もうちょい回んないとフル強化できませんでした。頑張って強化していきたいと思います。今回ここで以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。